K39、考古学から見た北大キャンパスの5000年ということで、この企画展示をね今ちょっとやってるので、ちょっと見にゆっくり見てみたいなと思います。ということでちょっと見てきました。なんかこう北海道大学のその地下4メートルか5メートルぐらいまで掘って、でその地層を見せるというそういう展示もありましたね。で5000年前から今までのなんかそういった地層の特徴というのも知ることができて面白かったです。で北海道大学って本当になんか大学のキャンパスのほとんどが遺跡群として認定されてるんだとか、まあ、そこからどんなものが発掘された、で、まあ、北海道大学になってから明治になってからこういうものもあって、まあ、それの捨てたものとか、あとこう水はけがすごい悪い土地なので、そういった水はけを良くするためにどのような工夫がされていたかっていう、そういうものもね掘り出されたりとかしていて、いろんな展示物だから新しい近代的なものから、あ、古いそれこそ俗縄文時代っていうふうに言って、まあ、日本でいうと弥生時代とか、あともうちょっと続くと奈良時代平安時代とか、まあ、そういった時のものも展示もあってなかなか面白かったです。さて今時間がですね、大体ですけれども、大体4時半になるちょっと前ぐらいなんですよね。で、まあ、日没まではあと2時間。今日はですね、まあ、目的としては夜の札幌テレビ塔のライトアップが特別バージョンだっていう情報をちょっと聞いたので、それが見られればなと思ってるんですよね。でもって、まあ、暇つぶしに北大をブラブラ歩いてたんですけども、あんまり天気も良くなく、どうしようかな。まあとりあえずゆっくり大通り公園方面にでもちょっと歩いていってみましょうかね。まあ、ということで何卒よろしくお願いいたします。理学部脇のこの小道を歩いて、中央の大きい道はちょっとそれてるんですけれど、今この建物もですね、何だったかな、1910何年だか明治末期ぐらいにできた確か建物だったような気がするんですよ。今は何かの倉庫っぽいもので使ってるんですけど、昔は何だかに使ってたかな、ちょっとごめんなさいね、なんか詳しく覚えてないや。今はなんかこう北海道大学出版会ということで、まあ、読んで字のごとくそういう仕事をしてる場所らしいですけどね。あっ、ここに看板があるや。ここはですね、昔札幌農学校の図書館、読書室、書庫、だからいわゆる今でいう北大図書館みたいな、そういうところだったみたいですね。そしてこちらが農学部。ただですね、よくこの農学部の前とかは私も歩くんですけれども、裏っ側って見たくないですか？まあ見たくないかもわかんないですけど、まあちょっとお付き合いいただければと思うんですよ。裏っ側にもなんかたまになんかね、あれって思うような建物があったりとかするんで、ちょっとこの今回はこの農学部の脇のこの駐車場のところを通らせていただきます。じゃあこの農学部の脇までやってまいりました。でここにある建物が大学文書館で、そこの看板にも大学アーカイブスということで、ユニバーシティアーカイブスということでちゃんと載せられておりますけれども、でですね、この農学部の脇を見てみると、こっち側ずっと見てみると、そこにちょっと古い建物があるんですよね。あれはなんだべということでちょっと行ってみたいと思います。でですね、この例の建物なんですけれども、まあ、それはともかくこの下がすごくカラフルなんですけどね、止まれ青緑黄色、これは何でしょうかね。おててとか書いてますけどね、でもこれは何らかの許可を得て、なんかすごい大々的に描いたっぽいような、そんな建物、ペイントですけれどね、なんかね、お隣がね保育園なんですよ。で保育園なので、まあ、それになんかちなんで、なんかこうちゃんと許可もらってやってんじゃないかなっていう気はします。
ここちょっとなんか入れなくなってますけども、前はねなんか玄関の先まで行けたんですけれども、やっぱりちょっと危なくなってきたのかな。実はですねここ、農学部の肉製品製造実習室かっこ比較工場という、あの川のね川の比較の工場だということで、実はこれ1937年昭和12年にできた建物で、2009年、平成21年までは現役で使われていたようでございます。なので実は結構ちゃんと由緒のある建物だったりします。だいぶなんか普通の家といったら普通の家みたいな感じですけれどね。あ、でもですね、下がなんかこうレンガ積みになってて、上がモルタル積みになってて、でこう2階の部分がひょってあるんですけれども、そこはなんか木でできてる、なんか昔ながらの木の家みたいな、そういった作りになってますね。奥の方もそうかな、ちょっと柵しててちょっとよく見れないんですけれども、で、その旧比較工場、まあ、食肉なんだっけ、食肉制度実習室みたいなというようなこの施設の横の、保育園をさらに出て行くと、ちょうどもう北大の前の通りになるという形なんです。ちょっとこの裏の出口といったらいいんでしょうか、こういうまあ通り道もあるということで。あとここそうテニスコートとかがちょこちょこちょことあるんですよね。さあということで、じゃあここを出ましたら北大の構内から外れる形になります。札幌駅はもうちょっと向こうという形になりますけれども、でこの間行ったラーメン二郎のあるようなところも大原とかあの辺ですけどね。ここになんか看板書いてありますよ、学生諸君のオートバイ原付含むでの通学は禁止されています。また歩道駐車は歩行者の通行の障害となっており、事故発生の原因ともなりますのでやめましょう。違法駐車は道路交通法の規制を受けますので、良識ある行動を取りましょう。じゃあということで、まあ、北大1回出たので、ここら辺で1回動画は締めましょうか。じゃあここまでのご視聴ありがとうございました。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。また概要欄から太郎の雑学カフェ、こちらにも飛べますのでぜひお越しください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。